俺これアーカイブにぜひとも収めておきたいなと思ってる話の一つなんだけど、はい、俺のまあ過去のその体験談の中でゲーム機って話があるのね。ただね、この時のここで言うゲーム機っていうのは家にこう置くタイプのね、例えばプレステとかさ、そういったファミコンとかそういったもんじゃないんだよ。本当のゲーセンにある、うん、アーケード型のこういうあのテーブル型のゲーム機、昔の、うん、あれが昔はゲームっていうとあれだったってわけです、うん、まあ元々はほらそのブロック寿司から始まっての、スペースインベーダーだったりとかね、はい、そういう流れがあるでしょ。懐かしいですね。そう、それがさ、ほんの数年のうちに目覚ましい発展を遂げたわけだよね。はい。だけどその中で一つこうなかなかにしてなんか 今一つ大きな発展を見ないなと思う、それが今のその任天堂スイッチであろうが、なんかプレスであろうが、多分同じようなゲームは入ってるんだろうけど、あ、やっぱりこれはこの方式しかないんだなと思うものの一つにね、マージャンのゲームがあるね。あの頃ね、こうテーブル型のアーケード型のゲーム機だとね、ジャンピューターってのがあったんですよ。ジャンピューター、ジャンピューター、これが、マージャンゲームの走りなんだよ。あ、うん、一番最初に、出たものがジャンピューターっていうのがね、はい、日物だったかな、なんか。それでそのまあ一旦そういったそのマージャンゲームのフォーマットが出ちゃうとさ、そこからこう亜種みたいな形でもっていろいろこう、まあ、ほんのちょっとの発展なんだけど、ちょっとこうやっぱりこう進化してくるわけだと、ね、エボリューションだしてくるわけで、その中で、まあこれはねちょっと商品名は避けるんだけど、ある一つのマージャンゲーム機があった。でそれね、どういうのかっていうと、コンピューターと1対1でこう勝負すると、勝負して自分が勝つと、自分が勝つと、はい、その画面に出てるこう女の子が一人こうちょっと色っぽい女の子がピアノで出てるのよさ、はい、その女の子が1枚ずつ着てるものを脱いでいくっていうね。ああ、うん、なんともこう節操のないハレンチな、そうだよ、だって広いよ。俺、うわ、こいつ詐欺だなと俺思ったもんだって。なんかね、髪飾りとか取ったりするんだよ。せっかく勝ったのに髪飾り1個で終わったみたいな、まあそんなことがあって、最後はなんかこう、際どいところまでは行かない、行かないのもあるし行っちゃうのもあるしなんだけど、まあなんでそんな話をするかっていうとね、昭和の、本当にそのテレビゲームというアーケードゲームが全盛の頃に、俺が、まあ、喫茶店をやってたりね、ちょっとしたこう、まあ、今はカフェっていうけどさ、まああの頃でいうカフェレストランみたいなね、はい、感じの店をやってたりしたんだけども、俺が住んでる、当時住んでた場所から車で10分ぐらい行った場所で、あるちょっといい物件を見つけたんだわ。はい、空き物件っていうのはね、ちょっと俺なんか商売やりたいなーって、なんかゲーセンが儲かるじゃないか今と思って、ゲーセンやろうと思ってたんだよ。で俺その不動産屋なんかにいろいろこうアンテナを張ってたんだよね。そしたら、中村さん、中村さん、ちょっとね、お宅からちょうど車で5、6分かな、10分ぐらいかなの場所に一軒あるんだけど見に行かないって言われて、おお、じゃあ行こう行こうって言ったの。坪数的には、まあ、結構な坪数だったよ。ただそうだね、まあ、何坪って言っても分かりづらい人がいるだろうから、畳何畳で説明するとすると畳50畳そのものね。でその店舗の中にこう入ってこう見てみたら、やたらとコンセントが多いのよ。お、なあれ、なんかコンセント、あ、床に設置型のコンセントもついてるし、え、なに、ここってさ、もともとあれだったの、ゲーセンだったの？って言ったら、いや、違います、違います。え、だってコンセントすごいじゃんって言ったの。そしたら、あ、ここね、ここあの、電気屋だったんですよ。おー、そうなんだ。っていうことは、あれだね、ブレーカーなんかも、アンペアとかがっちり来てるんだよ。ドローも来てます。200も来てますからね。あ、そうなんだ。じゃあ、ちょっとここ、あの、家賃ちょっと交渉して、なんだったらそこでゲーセン始めようかなっていうことになって、結構、やつぎ早いでポンポンポンと話が進んだのよ。ほんで、じゃあどういうゲームがいいんだろうと。俺はもともとそのアーケードゲームなんか本当俺自分じゃ、あのゲーセンはやってたことあるけど自分じゃやらないので、
今現在どんなゲームが流行ってるかなんてのは、その当時ってのは産経新聞を読むと、その時にこう流行のゲーム機であるとかなんかこうバーッとランキング形式で出てたんだよ。はい。で、産経に出てるってお前教えてもらったなと思って、お店スーパー行って産経新聞買って、そこ開いてみて、そしたらそのトップの方からこうずっとあるのが、まああの頃のトップはやっぱ何だったってゼビウスだったわ。ゼビウス、ゼビウス、タタララ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 ラ太陽ね、あの描写が素晴らしかったんだよね。それで俺の後輩に中町って男がいて、この男が、ゲーム屋だったの。ゲーム屋っていうのはゲームの機械リース業をやってたの、はい、で俺すぐその彼のところに電話やるで、ちょっと来て、なんかありましたって言われ、いや実はちょっとゲーセンやろうかと、おお前から言ってたやつですね、すぐ行きます行きます、来た、ここで機械何入れるか決まってますって、うちの方でそれやましょうかって言うから、うん、それを頼みたいんだけども、一応ちょっとこう今流行りのねランキングを見てみたらさ、これとこれとこれとこれ、この辺りは絶対ちょっと確保してもらいたいんだよな、店どのぐらい広さですかって言うから、いやどのぐらい何何坪あるんだよ、結構ありますね、じゃああれですか、割と、待ってよ、どこですかって、だからいやどこですかって、お前あれだよ、ここから近いところで車で10分ぐらいのところだ、ああそうですか、それうちでやっちゃダメですよ、ダメだよお前、バカなんじゃねえ、俺がやるからお前のところにリース頼むって話で来てもらってんだから、お前何を考えた顔してお前おかしいでしょよっつって、おそうそう分かりましたって言って、まあ、結局そのラインナップを見せた、はい、ね、そしたら、あいいところ来ますね、デビスですね、リーグダグ、ああ分かりました分かりました、これあいいじゃないですかいいじゃないですか、あこれこれ5番目に入ってる、これはダメです、ダメですと思うんだよって、いやこのマージャンゲームこれ無理です、なんでなんで無理ですよ、どういうことなのって言ったら、これねこれそしてこれめちゃめちゃ人気なんですよって、でうちの方でももういろんなところからバックオーダーが入ってる状態で、もう全然回ってこないんです、機械だからもう5しかも5台って書いてあるんですよ、全然無理ですよ、1台 もう確保できないです、これは、いやだ人気だから欲しいわけだからよ、お前だ人気なんだからどこから持ってきてくれよ、いや一応心がけておりますけど、もうあんまり期待しないでくださいね、こう言われたわけ、それでそのオープン当日機械をバラバラっと入れて、それでまあ何台かをちょっとこうそのもし俺がその言ってたそのマージャン機械が見つかったっていう時にびっちり入れてしまったら入れるところなくなっちゃうので、一箇所一区画をちょっとこう植木をね並べたりなんかしてこうそこを開けといた、はい、それでね、まあ、オープンして、まあ、バイトの子を使ったりなんだりしながら、もうありがたいことに、まあ、場所が場所だったし真向かいが交番だったからその怪しいこともできないんだけどね、もう本当にいい勢いでもってお客さんたちが集まったんだよ、なんでわーよかったわこれ正規だなと思ってこう見てたんだよ、ほんでね1週間10日2週間は経ってなかったと思うんだよな、10日ぐらい経った頃かな、その中町から電話があった、でいや社長実はこの間のレーナーのマージャン機械なんですけど、おお見つかったって言ったら、新品とかいかないですよ、中古なんですけどいいですよね、いや中古でもなんでもいいよ、まあ、そんなの綺麗に拭きやろうどうだねんだから別にあんなの新品だからって、新品はな確かにビニールこうビーッと剥がして気持ちいいとかあるけどさ、だけどいいねいいね中古でいいから持っちゃって何台3台5台、いや1台です、もう1台やっと確保したんですから、本当はだと他からも頼まれてるんですよ、それそこ入れないで社長のとこ入れるんですから、他もここでお願いしますよって、分かった分かった、いつ持ってくるって、じゃあ、もしよかったら今晩でも持ってきますって、分かった待ってた、入ってきた、ただ前きれいにこう掃除してある機械で、でもどう見ても新しいんだよね、まあ機械自体がもともとそんな古い機械じゃないから綺麗なのは当たり前といえば当たり前なんだけど、俺そこでふっと考えたんだよ、これあれかな、なんでその大人気の機械が中古で出ることになったんだろうと思ったから、しばしって言うんだよ、はいって、いやいや、塚のことを聞くんだけども
あのこれね人気の木なんでしょこれ。それがなかなか手に入らないって言ってそこからもバックオーダー入ってるんですよ。なんでそれがこの人気の機械が中古で出ることになったの。お店のオーナーさんがですね辞めちゃったんですよ。お店辞められちゃったんですって。ああそうかそうか、分かった分かった、じゃあ頼むね、稼ぎますよ、わざと言ってた。はい、次の日昼間からもうお客さんそこへもう100円玉をこんなの積んでさ、これで勝負が早いんだよその機械。はい、もう1回やって何十分も遊べるような機械じゃないんだよ正直な話。だからどっちかっていうと金稼ぎの機械なんだよね。でそのやってる方はといえばなんとかそのもうドットバリバリの女の子だよ、そこに書かれてる女の子なんかね、ドット絵の、はい、なんとかその女の子脱がしたってしょうがないよね。バカだよね男ってさ、欲というのはね、本当にね男ってしょうがないなと思うんだよ。ほんでなんでそんなにそのお金を積んだるかっていうと、勝負例えばこう終わった後からまあ中途半端にこう脱いだ状態になってるするじゃん女の子は、はい、それでそこからカウントダウンが始まるんだよ。10秒じゃねえよ、ね、30秒やったかなんか分かんないわけど、カウントダウンが始まる。そのカウントダウンがまだこう動いてるうちに100円を再投入すると続けてやれんのよそっから、はい、だからそれを他のやつにやらしたくないじゃん結局。10カウントですね、確か10カウント確かね。それだからもうこう積んどいておーおーおおってすぐこう100円入れるってバカみたいなさ今考えたら笑けるよね本当ね。それね、そうですね。でまあそんなことだったわけだ。それで、やってると思ってそれでこう見てたんだよ。そこの建物ってのはね、そんなにその上に上層階にある建物ではないんだけど、地上の、1,2,3,4,5 階建てかなんかなんだけど、上の方が居住なんていうの、居住スペースがあって、その1階だけが居酒屋が入ってたりとか、なんか片やこう仏壇屋が入ってたりとか、その真ん中のそのでかい箱がうちだった。はい。それでそんなにそのちっちゃい建物なのに、なんとそのちゃんと主演のおじさんがいて、で帰る時には裏口から出てね、もう表もちろんシャッター閉めるわけだから、シャッター閉めてでその裏口にその鍵をかける。この鍵をかけるのもただこうカチンって鍵をかけるとかなんとかっていうんじゃなくて、見たことあるかなどうかちょっと中にはおそらく知ってるって人いるかもわかんないんだけど、ステンレス製のね、こんなこうドアノブがあって、そのドアノブの上のところにこうポチ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 ってこう押し込む感じのこうボタンがついてる、セキュリティキーのそういうこうロックがついてるわけさ裏に。でそれをこうぼち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 っと押して、まあ、ロックをかけた上でカチンと実際の鍵キーでのロックをかけて、そのキーを裏の主演さんに渡して帰るっていうね、これがルールだったんだ、うん、もちろん自分たちが持ってるわけでキーはね、だけどそういうのがその一つのルールだったわけ。何日か経った頃に俺が普通に店を開きにね行こうと思って、でその裏からこう入ってったんだよ。そしたらその主演のおじさんっていうのが、なんか割と口達者なおじさんでね、なんか昔俺警察官だったんだって、警察官をもう退職してからはもう俺はこう警備員に命をかけてんだっていうなんか一生懸命語るおじさんだったんで、そのおじさんが「はい、おはようございます」って言って俺鍵を受け取ろうと思ったら「はい、あ中村さんねちょっといいかな」って言われたので、何ですって言ったら、お宅のお店ね、表のシャッター閉めて中にこう人を残しといて、なんかこう商売やってるなんてことはねえかなって、なんだあるわけないでしょって、俺この間だって鍵かけて昨日だって帰ってるじゃない。そうだよな、なんだろうな、こう言うから、なんだなんだおっさん気持ち悪いな、どうしたのって言ったら、いや昨日ねその夜景でまあ何時間かおきにずっとこう警備をするんだけどね、その廊下をずっと歩いてきてお宅の店の裏口のところまで来た時に店の中から人の声がするんだよって言われ、で最初はあなんだ
どっから聞こえたこれってこう思ったんだけど、で居酒屋はもうそう閉まってしまう、仏材なんかもっと早く閉まっちゃうし、こんなね夜中2時にもなって誰がいるんだと思って耳澄ましてみたら、お宅の店の中から聞こえるんだよ人の声が。え、ちょっと待ってよって、ちょっと待って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 、で、それ人の声がってのは何、子供の声、いやいや違うよ、女の人の声だね、中年の女の人が何を言ってんのか分かんねえんだけども、とにかくっていうところばっかり強調されて聞こえるんだよ。なんだよ、え、ちょっと待って、なんか泥棒入ってる、いやいや泥棒なんか入っちゃいねえよ、俺たちいるんだから、ここでずっとしてるしね、出入り口はさ俺たちのその前通らないと裏口へ行けないんだからね、私がいなくたってもう一人の彼がいるんだからね、だからそんなことはないけども、まあ、とにかくちょっと、まあ、そんなことがあったって一応報告だよと、ああそうですか、わかりました、で、キーもらって、キーこちゃんと開けて、なんか開けろよ。シャッター閉まってる、ここには窓がないからね、シャッター開けちゃえばこれ全面ガラスなんで、前がバーッと明るくなるんだけど、とにかくその裏口をガチャッとキーッと開けた時点では真っ暗なわけだよ、なんか気持ち悪いよ、そんなこと言われたら、おーんだよーと思いながら、こう開けて、なんかこう覗いて、なんか気持ち悪いもんだからバッって声出したりとかね、なんか分かる分かる分かるけどもね、そう、ほんでこう振り向いたところにでかいこう配電盤があるんだ、それでこうガチン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 ってスイッチを入れていくんでね、そうしないとそのシャッターの電源も入んないんで、ほんでそれガチ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 って全部スイッチ入れると、その今電源が落ちてたその機械たちにってこう電源が入り出して、こうテストの信号が流れ出すと、パン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 って電池がつき始めるじゃん。だから俺もうその様子も気持ち悪かったんで、もう足早にタタタタッと前の方まで行ってボタンを押してシャッターでやっと上げた、外に近づく、変わったとこないんだよね、なんだろうな、気になるなと思いつつも、まあ昼間の営業が始まっちゃったので、それ以上気にすることなくその日は営業が終わったんで、その日の晩もまたその鍵を預けて帰るっていう段において、またそのおっちゃんがもうまた来てたので、あ、おじさんじゃあ頼ますね、うん、また昨日みたいなことあったら嫌だな嫌だなって言うんだよ、いや嫌だなんだって、おっちゃん警備に命かけてるでしょって、本当に命かけてちょっと守ってくださいよって、いやそう言うけどね、本当なんか嫌だな嫌だなって言ってた。それでその次の日だわ、俺朝出てきたらそのおじさんがすっごいぶっちょうずらしてんだよ、で、で、おはようって、どうしたのおじさん、あ、中村さん、来た来た、あのな中村さんよ、俺こんなことは言いたくねえ、口はばってこんなことは言いたくねえけどね、お宅のお店ってのはなんだよ、その子供なんかも来るお店なんだろう、いや、もちろんもちろん、そうだろ、その子供が来るような店にね、あんなゲーム機置いてちゃダメだな、あれよくねえと、俺はよくねえと、まあ、こんなことね、お宅の商売だからね、口を挟むのは口はばったいけどもさ、でもよくねえと思うな俺は、でこう言ってきたから、何のことって聞いた。でその話を聞くところによると、夕べもやっぱりその巡回をしてると、っていうその女の人の声が聞こえる、これはただごじゃねえと思ったんで、もう一人いたその待機してた警備員のおじさんをもう一人呼びに行って、これで、ちょっと聞いてくれ、聞こえるだろこの声と、お聞こえる、女の声だな、だよな、中に誰かいるんだこれ、ちょっと合鍵持ってきて開けよう、何かあった時には開けて、あのもちろん中見てくれて構わないってことは、これそういう契約もなってるんで、ここでその鍵を持ってきた、でガチャッと開けた、中をこうギーッと開けてみると、真っ暗な店内に一個だけポンと電源がついてて、その電源がついてるその画面がバーって光ってる、その光ってるところからどうもあっあっっていう声がするんだよ。それで俺入ってってさ、こう近づいてってみたらさ、俺植木がこう
なんだよあれヤシの木みたいなのがあんだろう、フェニックスだった、フェニックス、それをこう置いてあるさところのすぐ脇にある、 で言ったから、ああの麻雀の機械だなってすぐ分かったわけだ。ああそうだそうだ、おじさんあれだよ、それはねそういうことじゃないんだよ、あれはそんなね、なんかその子供の教育上よろしくないとか、なんかそんなこと言いたいわけでしょ。でそれは言い過ぎだよ、おじさん、ええじゃないのあれ、あんなって俺ここまで言ったら、え、なんかじゃあ何言ってんだよって、違う、そうじゃねえんだよって、そうじゃない、もうね、まるでね画面いっぱいに血みどろの女の顔がねバーンってアップで出て、その女がねもう鼻とか口からもうバーッとなんかこう血のようなものをバーッと吹き出しながらね、バーッバーッって言うんだよ中丸さんって、あんなゲームなんだよあれって。俺そこまでこう聞いててふっと思ったのよ、いやいや、おじさん、待て、そんなわけねえ、そんなわけない、俺ブレーカーで落としてるんだよ電源はね、だからまずそこに何が映ってた云々よりもそれ以前の問題で、1台のゲーム機だけが電源入ってるなんてことはないよ、そんなことおじさん、ないよ、だってあんた、私ら2人で見てんだよね、2人で店の中入ってって、うわーなんだよこれって、なあ2人でこの人も一緒に見てんだから来いわけ、ちょっと待ってくれ、そんな来ないよ、俺その二人を店まで連れてって鍵開けて裏からね入って、それで電源こうバチ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 って入れていく、それとこう電源が入っていく、であの台だろっつったら、えそうだあれだあれだあれあれあれって言うわけだよ。でそこまで行ったらもうそのテスト画面がバーッと終わって、今こっからはそのマージャンね、普通の当たり前の開始画面にポンとこうポンと展開したとこだった。見てみなおじさん、ほらこれ、いやいや違う違う、こんなんじゃないぞ、こんな明るいこの緑だのなんだの綺麗なこの色合いのこんなんじゃないぞ、昨日見たのは、まるでなんかこう本当のなんだ映画とかドラマとかでよくあるだろう、そんなグロテスクなシーンがあるじゃないか、そんなのがそうアップで持ってバーって出てるような、そんなんだったぞ。いやそんなわけねえよおじさん、見てもらったら分かるでしょ、これこういうゲームだもん、マージャンのゲームだよこれ、あおかしいな、こんな、あ俺たちゲーム見たよな、いや見たよなって言ってるわけよ二人で、分かったおじさんね、分かったじゃあね、こうしましょう、また今晩でもね、明日の晩でも、万が一ねまた同じようなことがあったらね、その時は開けないでね、その声が聞こえた時点でおじさん開けないで、俺のとこ電話しようね。ね。俺、夜中まで起きて、待ってるし。まあ、万が一寝ちゃったとしても、俺、枕元に寝を置いとくから。ね。だから、大丈夫だから、俺、すぐ吹っ飛んでくから。って言って、まあ、当時、まだ携帯なんかない時代だからね。はい。ほんで、その日、おい、本当に来んのかなって、どうなんだろうな。いや、だけど、本当に来ちゃったら、来ねえの、誰か呼んどくかな、とかね。なんと思ってたんだよ。そうしたらね、そろそろああ眠れ、ダメだ、ちょっと横になろうと思ってソファーだもんってゴローンって横になった、それは大体2時過ぎだったよ。そしたらそこへそのテーブルの上に置いてある電話がパラン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 って鳴ったわけだよ。びっくりした、すげえびっくりじゃない、びっくりした、すごい。そこでうわーと思って、はいはいはい、はい、もしもしって言ってたら、あ中村さん、警備室だけど、ってこと、ああ、はいはい、どうしたの、どうしたんじゃないよ、ほら、昨日言ったあの件で、おい、今、すごいよ、声が聞こえるよ、もう今までにないぐらい、もうすごい騒いでるよ、騒いでる、まあいい、すぐ行くわ、じゃあ電話切って、車で吹っ飛んでった。はい。ほんで、いつもの裏口のところ、ピッと置いて、裏口のところ入ってったわけだね、俺は。そしたら、おじさんたちが、ちょうど、その警備室から出て行ったところ、その廊下があって、突き当たりがある。突き当たり右の方へ行くと、なんていうの、従業員用のこうトイレがあるんだけど、その反対側を、左側へ行ったところの、こう、ちょっと行ったところの右側に、うちの店の裏口っていうのがあるわけ。で、その警備室から出て行って、で、そのちょうどその突き当たりになって、トイレの方、うちの店の方っていう、その T 字路のあたりでも、二人、そのおじさん、固まったのをこう見てんだろうかと。
って、おじさんって言ったら、おー、来た来た、中村さん、来てごらんよ、ほらほら、騒いでる騒いでるって言うから、騒いでるって言って、その店の近くまで行ったの。何にも聞こえない。何にも聞こえない。何聞こえないじゃねえ、なわけない、あれ静かになってたの、え、さっきまであんなにって、え、さっきまで何があったのって、すごかったんだよあんた、もう今まではね本当に、ね、昨日もちょっと話したけど、うわーとか、えっとかいう、そんな声だったの、今日のはね、いやーうわーうわーっていうさ、たまにこう、えっていう、こうなんて咳込むようなさ、苦しそうなさ、そんなような声まで聞こえて、おー、怖かったよ、あんた、どうなってんだい、分かった、ちょっと、おじさん、ちょっと、鍵ちょうだい、とりあえずね、鍵って言って、鍵もらって、で、裏口のところでね、俺が待ってて、鍵もらって、ほんで、その暗証番号をプチ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 って押して、すると、カツンとまず一つ目の鍵、一つ目のロックが解除されるんだ。それから、こう、鍵を入れて、カチンってロックを解除して、それで、そのドアノブを、回して向こう側にグーッと押し込んでいくわけだ、内側に開くわけだね、グーッと押し込んでいくわけだ、ノブを回してグーッと押し込んでいく、それをギュッと押して一気に開いちゃ勇気がないわけだ、だからそーっとと開いてった、隙間が2センチ3センチ5センチ10センチも開いたかなと思った時に、まっ真っ暗な、誰もいない、その明かりもついてない真っ暗な店内のどっか少し離れたあたりから、こっちに向かってカツ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 って、このぐらいの歩調だったよ、ヒールの音からこっちに近づいてくる、はい、カツ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 近づいてくる音がしたと思ったら、えっと思って、持ってる俺の、そのドアノブを持ってる俺の手を近づいてきた何かが、そのこの隙間から手が出てきてギュッと掴んだ、で俺うわーでびっくりして、それと同時にドアがガチンガツンと鍵がかかっちゃった、その様子をその警備員のおじさんたちが見てたわけ、わーってみんなもその場にいたら、みんなうわーっていうことになって、で、おーなんだ、おーえ誰だよ、誰がいるんだよ中に、おじさんちょっと悪いけど警察100万円してくれるって言って、で、いや向かいに交番があったら、いやいや向かいの交番夜中いなくなっちゃうから110番してって言って、でそれ110番してもらって、これでだけど結局まあその向かいから来たんだけどね、でそのお巡りさんたちが何人かついたわけ、ね、でそのもう俺気持ち悪くてさ、なんかこの掴まれたこの手首ってのがジン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 してんだよな、で俺ああいやでも俺間違いなく掴まれた女の人の手だったよなと思って、でお巡りさん来たんだ、ああすいませんお巡りさん、こうなんですけどって言って、何がどうですか、なんかちょっと110番の方でもってよく事情がつかめなかったんだけど、どういうことでしょうかって言ったんで、いや実はこれこれこういうわけで、ここはその全部ブレーカーを落として、でその鍵をかけて、その鍵を CS に預けて俺は帰るんだけども、そのまあここのところ何日かね、ずっとその夜中になるとその女の叫び声が中で聞こえるということで、警備員さんたち、まあ、その辺は警備員さんから聞いてくださいよとにかくね、それでまあ次何かあったら、直接的に俺のところで電話くれってこれ言っといたんですよ、俺。それで今日電話があって、で今こう来てみて。それで、こう開けようと思って、ドアをこうグーッと開けていったら、俺のその腕をね、ギュッと掴まれちゃった。掴まれたってのは、じゃあ何その、実際に誰かがこんなのいるっていうことね、と。え、その、なんでそれは、警備さんたちも見たんですかと、見ました見ました、もう私らだって見てる目の前で手出てきたからね、その隙間からギュッて掴んだんで、あそう分かりました、ちょっと下がっててください、ちょっと鍵いいですかって、鍵ガチャッと開けてこう中に入っていくわけで、ギーって開いて、じゃあご主人すいませんちょっと電気をって言われたんで、俺もすぐ入ってってバチ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 ってブレーカーを上げて、それとその店内のこう照明なんかも全部バーッとついていくまで、どこにも隠れるところはないんだよね、ないんだよどこにも。ご存知の通りこのテーブルゲームっていうのはこの下に隙間がないので、その人がこう隠れるなんてことはできないわけで、でお巡りさんたちなんだかんだ言って最初2人来てたのが
1人増えて3人4人ぐらいになったのかな最終的に。で全員でこう見るんだけども、物陰なんだとかなんかその、人が隠れることができるスペースもないし、どこどう見てもいないわけだよ。おかしいね。なんだろうね。まあこの通りちょっと見てもらった通りね、誰もいないのでなんでしょうなって言ったら、その警備さんたちが、いやいやいや、お宅ね、私らのこと疑ってんの？いやいや、疑ってんならそういうことじゃないでしょうよ。あ、ただ実際あなたたちの目で見てください、誰もいないじゃないですか。でしょ？誰もいない、何か壊れてるわけでもない、盗まれてるわけでもないでしょう。だったら何もその事件にはできんですよ、これはね。だ、あの110番はいつでもつながりますから、また何かあったらね、電話していただくということでね、そういうことでって言って結局帰っていっちゃった。まあそれはしょうがないよね。そうですね、うん、いやー釈然としないわけだよ。なんだろうな、この嫌な気持ちが残ってる。なんだろうな、いやだけど俺は間違いなく捕まれたぞ腕と思って、いまだに俺覚えてるからね、この感触ね、ギュッと掴んできた感じの、完璧にその人が掴む感覚。そうだそうだそれ、うん、それで待てよと。で次の日俺、まあ、とりあえず店にその中鉢を呼んだんだ。でちょっと来てくれるって言ったら、はい、なんか不調ですかって言ったら、まあそうだね、まあ、不調だねだから来て呼んで、でおはようございますって来たから、おちょっと座ってくれ、どれですか、なんか調子悪いのパパと直しちゃうんです、俺もちょっとこの後あるんで先に直しちゃったんですけどって、いいからいいからちょっと座れ、おい、な、なんそれ、あのさ千葉ちゃん、俺があのこのほら例のマージャンの近いな、マージャン近い、はい、そうですね、それあの中古でほらあの持ってきてくれた時に、なんであの今期機種なのに開いてんのって、開いたのって聞いたじゃないですか。だからその時にほら、いやあの店辞めちゃったって言ってたよね。はい、そうですね、何かあったんですか、うん、実はなって言って、そのこれ一連のことをこう話したのよ。そしたら、本当ですか、参ったねっつったな、お前も、え、なんだ参ったねって、どうしたんだ、お素性教えてくれよ、お前その機会、いや素性というかね、まあ別にね、本当にそのなんかおかしなそのことをして手に入れたもんじゃないんですよ、もちろんこれうちでリースした機会ですから。社長この間ね、まあこの間ですよ、これ向こうのすすきのから外れた向こうの通りのねにあったあのゲーム喫茶に押し込みが入って、であの女性経営者が殺害されたって事件テレビに出たでしょ。おお、知ってる知ってるよ、うん、知ってる、あの事件 の、 その第一発見者が自分なんですよ。え、いや俺はあの自分はあくまでもそのゲームのリース業なので、やっぱりその集金に行かなくちゃいけないわけですよね。ほんで一日中ですよ、もう一日中本当にもういろんな各店舗を回って集金に歩かなくちゃいけないわけですよね、うちの俺は。でその中からもパーセンテージをそのお店には渡すわけじゃないですか。ほんでその日もその何店舗か回って夕方になってあのお店行ったんですよ。でそのお店っていうのはちょっと変わったその店内の形状で、うなりの寝床みたいに縦の方に向かってストーンと長いんだけど、一番店の奥のところでカッカンって L 字に曲がってるんですよって。で、そのカクンと曲がった奥のところに厨房だとかなんかがあって、そこにカウンターもついてて、常連さんなんかよくそこで座ってコーヒー飲んでる店だと。ところが、その、まあ経営者がね、その儲かるからっていうことでもって、俺、例のそのポーカーの機械だとかね、なんかをしょっちゅう置くように、なってからっていうものを、
やっぱりちょっとこう柄の悪いお客さんの集まるようになっちゃったんですよ。それでそれまで来てたその常連さんたちってのは寄りつかなくなっちゃったんですよね。だけどもそのまあ経営者からすれば金にはなるわけですから、常連さんが例えば350円のコーヒーを1杯飲んで1時間も2時間もいるうちにで下手すらポーカーなんかその何百倍でしょ。だから結局はそのまあ金欲しさにっていうのかな、うちではほらあの手のポーカーの機械とかああいったものはうちはリースしないですからね。うちはあくまでもこうアーケードゲームだけですから、うちは。それで、まあそこにうちの機械が入ってたので、その、行ったわけですよね。で、こんにちはって言ったら、まあ優先かかってる。だけどお客さんの姿がないな、やっぱり客足が遠のいちゃってるな。こんにちはどうも、中町ですって言ってなんか入ってったんだけど、いつもあったら、はい、どうもっていう、その、経営者の声が聞こえないんですよ。で、奥まで行って、その突き当たりのところひょいっと右に曲がったらもう血の海ってあのこと言うんですね。本当にそれでその女性が例のそのマージャン機械の上で殺害されてたんですよ。綺麗に掃除したんですけどねそういう問題かよお前、専門でじゃねえよお前。そうなんだ。いやちょっと俺びっくりしちゃったよ。ああ。まあ結局はもう原価悪いから引き上げてもらったけどね。引き上げてもらったけど、でもその機械はうちから引き上げられた後もどっか他へリースで回ってたんですよ。